と残してますね。これはデトネーターがかなりうまく守ったということ形でですすね。ね。はい。ここからですね。はい。さあ、攻守交代して、今度は攻め側がデトネーター、そして守るのが、リサイクルとなりますが、アイスウェイ、最初のところまで出てきていましたが、アイスウェイからダウンを取って、おお、あと1人、2人。戦車を捨ててましたね、今。先ほどデトネーターが守り側の場合は、はこい。の第1ポイント7分以上の時間を使わせるという非常そうですにね。堅い守りを見せましたが、はい。こうなってくるとリサイクルもこの第1ポイントでなるべく時間を稼ぎたいはい。ところではあるんですが、まず探しながらスナイプしていく。リサイクル側は今、前に出ようとしてても倒されて出られない状況ですね。くぼみの方に行って制圧したいところだと思うんですけど、いけない状況ですね。そうですね、前半戦は守り側のデトネーターがかなりくぼみをはい。しばらく占拠していて、そうですね。うまく守っていましたが、今度は逆の展開ですね、攻め側にまたデトネーター、今度は攻め側でも、はい。電車周り、くぼみ、ショーポジションと呼ばれるような場所をずっと抑え続けていそうまですす。ね、はい。そしてニコ・ファリス選手はスタンド奥まで切り込んでいく余裕を見せていきますが、お、さあ、アイスこっち周り。から、はい。ああ、倒されてしまった。いやー、マジンの高木選手、はい。奮闘しましたが、あと一歩戦略力足りず。そうですね、フォローが入っちゃいました。かなりいいペースで戦車が進んでいるように見えます。はい。ガソリンこスタンのド、はい。修理完了して、 UAV してたんですけど、返り討ちになってましたね。ここは修理完了しましたが、戦車周りにはとりあえず行かずに殲滅優先。でしたね。そしてそのまま、タイちゃん選手が戦車周り行きはましい。たね。今、一人で修理してるんですが、この位置で倒されましたが、荒らしてましたね。これは前回の大会で王座を奪われたデトネーター。もう完全なこうリベンジマッチという感そじうで、ですね。かなり気合十分の攻め、守り見せていますが。スナイパーが前線でガンガン詰めるシーンはなかなか見ないですよ。リサイクルはもうすでにこの位置で守ってるんですかね。この持木選手の絶好調ぶりですね。はい。49キル1人でもう、50キロまで走ろうかというところに来てますが、ですね。で、UAV もしてますし。非常に早い、3分ちょっとぐらいでですかすね、ね、はい。第1ポイントを通過しました、デトはい。ネーター。3分半というところです。までの展開だけ見ていると、このままデトネーターが押し切ってしまうのかなという感じがしますが。リスポーンも取られてますね、リサイクル。コントロールされてますが、コントロールされ続けちゃう。こちらがタイちゃん選手。はい。非常に厳しい状況ですね、リサイクル。すでに RPG はこちら準備しています。一番後方ですね。ここの試合は戦車は止まらないですね。要所要所の打ち合いでこうデトネーターが殲滅力勝っている場面が多い感じに見えますが、1回止まった後修理されて、もうすでに突破しました、第2。これはかなり速いペースで進んでいます、デトネーター。RPG まだ出せてないです。あ、出せてるか。ここですね。ここを自爆しましたね、今。わざとですね。わざと？はい、多分わざとですね。うん、そうですね。敵に周りに誰もいませんでしたはい。しね。でもすでにリスポーンしてるんで、リスポーンできるタイミングで倒れて、RPG が取っていくことにしよう。
手、RPG 出しましたが、出ますかね、一発撃った瞬間にかなり削られましたが、はい、2発目がなかなか、そしてダウンして、なんとか戦車の周、ね、破壊までは成功しましたが、はい、ここでカザリネ選手、今、自殺しましたか、いや、まだ生きてますね。まだ生きてますね。かなりギリギリのヒットポイントですが、はい、倒させてしまう。あ、リサイクルも踏ん張っていきます。ゆずき選手、ヤバシンガケ選手、ケイヤ選手、この辺りが反滅していって、結構前に出て攻めてはいるんですけども、加工撃破されているような状況ですね。リサイクル側今2人の状況非常にまずい。さあリスポーン、デトネーターの攻めの手が緩みません。戦車は RPG あと1発というところなんですが、はい、なかなかこれが打ち込みにいけない。サクタオ選手は代わりに RPG 持って、はい、ここで戦車破壊しますが、もうそろそろ戦車が最終コーナー差し掛かろうというところ、はい、前半戦リサイクルはこのコーナー付近で戦車が終わりましたので、残り5メートル、はい、これはどうやらこのままデトネーターが突破しそうですね。あ、間に合っ、間に合わない、あと1発間に合わない。なんと残り8分以上残して、これはまさかまさかの現王者リサイクルに対してデトネーター圧勝です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これで決勝戦まず進出を決めたのが